さあ始まりまりした J リリーグジジャッジリプレイですこのコンテンツでは毎回週末の J リーグの試合から気になるジャッジを取り上げましてジャッジに関する疑問やルールを分かりやすく解説していきます。 ということで、えー、今回も J リーグ副理事長の原博美さんと JFA トップレフェリーグループシニアマネージャーの上川徹さんと一緒にお送りいたします。お願いします。はい、お願いします,します、えー。原さん、日曜日は天皇杯の決勝もありまして、まあ、もともとあの。 あじゃあカップがあって、はい、今年は12月24日の予定にしてたんですけど、はい、あのカチアントラーズが世界クラブ選手権に出場、うんはい、なおかつ天皇杯もベッ別方に入ったために前倒ししなきゃいけなかなったんですよね。はいはい、でそれで日曜日に変わったと。うん、しかもあの昼間があの埼玉マラソンみたいなのがあって、はい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 。それで夜になったんですけど、はい、結果でもいい雰囲気でしたよね。うん、あの天皇杯の、はい、で。 <laughs> 早く終わったんでサッカー関係者はみんな早く次のことに移れる <laughs> 幸せなんじゃないですかね <laughs> そうですよね、うん、いろいろこの,後の、まあのクラブの動きとかもそれもあるしあと僕、うん、原さんとお会いしたんですけどあの仙台では準決勝道の奥ダービーになりましてよかったねすごい雰囲気でしたね。あれ多分山形も 最初ゲームの入り方がね J2、うん、が終わってちょっと3週間弱ぐらいあったんで、はいはい、途中からは意外と山形の方が良くてね、うん、やっぱあの道の区ダービーはダービーでやっぱ暑いなっていう、うん、寒かったけど暑いなっていう<笑><笑>やっぱお客さんもかなりこう熱心な感じで盛り上がってましたしね、うんうんまあ、あれはだからスタジアムを、うん、あの本当は轟だったのに、はい、この両チームになったんで<ー>変えたんですよ。それが大 神川さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、土曜日は J1 参入プレーオフとかやっぱりシーズン、はい、終盤に近づくと結構シビアな試合が、あのリーグ戦もそうだったんですけどね。今またプレーオフということで、うん、レフリー、まあ追加クッショ入れたら6人になりましたけどね。はい、あのやすごい準備しながら、やっぱりここでね何か大きな間違いがあると、うんはい、それこそね J1 に行くのか。 J2 に落ちるのか、あるいは逆の言い方もできますけどね、はい、これはやっぱりすごい、緊張もあるでしょうし、すごいこう集中したというかね、準備もすごいしたことだというふうには思いますじゃあ、今回はですねその J1 参入プレーオフ決定戦の中から、視聴者の皆さんに投稿していただいたジャッジを取り上げていきたいと思います、はい。さあまずはえ40分ののシーンでですけどもこのパスで 抜け出した小川幸喜選手が倒されたという判定で PK ということになりました、これ、岩田の先制点につながるシーンですけども、上川さんこのシーンですが、まあ、レフリーは PK を与えても、もうレフリーの判断の通りで、うんえー、ゴールキーパーがチャレンジをしてきますけど、はい、ボールには触れられてないと。うん でまあ、もうその勢いで相手選手体になるんでしょうけどもねうん、うん、体で相手選手の足元に入ってトリップをしているので、うん、これは僕、この映像というか試合を映像を見てましたら家元出身はちょっとこう胸に。 そうですね、うん、ちょっとこう、まあ、イエローカードを右のポケットに入れてるんだと思うんですけども若干、はいうん、ポケットを触りながら、はい、あとは、まあ、カードを必要とするかどうかの判断が、はいえー、を考えたんだというふうに思います実際に出てないです実際に出てないでこのケースでカードが出るとすればこれが決定的な得点の機会の状況をボールにプレーショうとして反則したのであればイエローカード。はい、けどボール見ると ボールの方向っていうのは、ゴールじゃなくて、どっちらか、あの、まあ、コーナー。そうですね。外に。あ、この方ですね。はいはい、外に出てて。うん、で、この、そのボールに、例えば、追いつけたとしても、その追いついた瞬間には、ディフェンスがもう、ゴールの中に入ってきてるんで。うんうん、これはもう、決定的な得点の状況じゃないと、いうふうに考えます。で、あともう一つは、このゴールキーパーのチャレンジが。まあ、俗に言うラフプレーですよね。はい、無謀なプレー。 と判断するかかどうか、うん、でこの時に追加革新と、うん、あのアシスタントレフリーからもあこれはカードはいられないケースですよ<ー>得点の機会じゃないですよというような情報があって、はい、まあ触りはし,してるんでしょうけども、うん、結果的にはノーカードこれも正しい考え方だというふうに思いますあのラフプレーには見えないんで。ラフプレーじゃないのこれはね PK だとは思いますけどね。うん ただこれ小川晃輝もこう触るのやっとで、うん、<laughs> こうやっとでね上から見たらあやっと触るってでも多分あのままあっちの,の外側だからそんなにねあのキーパーももしやめてたりすれば触れたらいいですけどねキーパー紙吹袋とか先に触れたらいいんですけど触れなくてこうなっちゃうとまあペナルティだなっていう感じはしますねでカードなしはあのラフプレーでは全くないと思いますのでね。うんうん だからもうフェアにキーパーも、いってるんですけども、そ,ね、その動きの中で。コマンドになったという,、うんまあうはい、ボールに触れられずに。うん、でも、家本出身は最初は、じゃ、これはカードだなって、ご自身は。お考えになったんですかねそ。そうですね。まあ、どうしてもレフリーとすれば、このコンタクトがあるかないかというところ、をすごい見に行きますよね。で、まあ、ボールの行方も、若干、あの、追いかけてはいるんでしょうけども。うん、ちょっと、その、あとは、もう一人。 そのベルギーの選手がゴールの中に入っているかどうかっていうのも。確認しないといけないんですよね。はい。もしあのボールの方向が少し外でも、うん、ゴールの中に誰もいなかったら、あとは蹴るだけだったら。はい。入りますから、ねはい。はい。このアヒタントレフリーすごいよね。この後やっぱりスピードがね。すいと同じぐらいのスピードで入ってる。から、ね、結構すごいと思いますよ。あれだ腹心も原さんがおっしゃるように、いや、すごい、これ見て。ここで動きがね、難しいんです。 ここで一回押すサイドかどうかの判断をらあ<ー>で。その瞬間スピードを緩めてるんです。はいはい、で、その後にラインに追いつくっていうボールの。ここまではボールになるんでしょうけどもね。じゃ、あこれはもう本当にこう。こちらの出身で追加副審、そして副審の方、この三人の連携でもいい連携が。あの、とても良かったと思いま取れていたというシーンですね。続きましては、えー、78分のシーンですけども、も高橋翔平選手の。 このパスを、えー、山田選手が落として小川幸喜選手がシュートを打とうという対戦のところで、えー、渡辺幸太選手のチャージがあったというところで笛が鳴ってこれがファールというところでジュビロ磐田にフリーティックが与えられるというシーンですけれども上川さんの見解はこれはいかがですかはいあのまずコンタクトはありますよねはいあのシュートを打とうとして足を振る、うん、でボールを蹴る前に、うん、その渡辺選手 の足と接触をして、うん、で結果的に蹴れなかったわけですよねだからまずはコンタクトがあると。うんはい、で次考えるのはこのボールに対してどっちの選手がフレれの優先権があるかとか、はい、そう思うと、うん、小川選手の方が先にボールに触れるっていうかボールを蹴るってるところに、うん、ベルギーの選手渡辺選手ですかね、うん、あの反則をするという意図はなかったんだと思うんですけど、はい、その蹴り足のところに足を こう置いてきて、はい、結果的にその、うん、小川選手がボールを蹴れなかった、はい、ということを考えるとやっぱり不容意にそこに足を出した。こっちから見た方がわかりやすいよね。うんうん、こっちから見た方がわかりやすくてあのこれ先に触るのは小川後期ですね。で、はい、体前に入ってて、うん、振りにいってんのは先は小川後期だからうん、うん、その振りにいってるところにもう。 渡辺康太は触れないからそこの振りにいってるとこに足をこう出してボールを先に触れば康太もいいんだけど触れないんで振りにいってるとこは後から足出してきてファールだよねっていうのは渡辺康太だと思う体先に入って振りに先にキック動作に入ってるのは康樹がうまくもらってるっちゃもらってるからね。 だからいわゆるその足を引っ掛けて相手を倒そうとかというファウルではないんだけどであの振り上げたところのそれをこうほら防ぐために渡辺航太があの足でもう先に突っついていればそこに蹴っちゃったら、うん、あの例えば小川航基のファウルです、ねはいはい、だけど触れなくて、うん、小川航基の方が先に触られると思うから後からふしゅっう入れてきちゃってるんで,、はいはい、であれはボール触らないとあの渡辺航太ファウル取られてると思う。これ でも要はそのボールとこの足の振りのこの間に足を入れたっていうことですねでそれをこう、まあ、足ごといっちゃったような感じになったというだそういう時はやっぱりこれはもうスライディングでも何でもチュンってつついちゃうしかなくて触れないのに振りのところに足出したら<ー>出した方がファール取られるかなそういう判断だよね、はい。要はそのことによってまあボールに優先権がある小川選手がボールを蹴れなかった、うんうん、蹴れなかった原因は、はい。 その接続があって蹴れなかったと、はい、いうふうに考えればその反則まあここでいくとブリッピングなんだろうなはい。シンプルにボールにプレーできていたかどうかそうですねみたいなところもありますよねはい、はい、あるちこれレフリーも我々も何回も見てもそうだねって言うからうん、うん、これをやっぱりパンって判断するのはなかなか難しいよね、うん、ああ確かにあ<ー>あでもこうちゃんとちゃんとあのはい,、はい、いるかなと思う それもこうなんか慌てていってるというよりもこうなるだろうなという感じで自然にこう動いてポジション見えるところにっいっているっていうのがレフェリーの方はそのポジショニングというかその予測っていう部分でもすすごく大事ですね本当に予測ですね次どっちにプレーが行くのか,か、はいはい、どういうふうな形で選手がそのボールに寄せてきてるのかとか。うんはい いろんなものを見ながら判断しないといけないんで。これだからあのレフェリーの方ってこの広い目線と、はい、多分最初は広い目線で見てて、急にこうギュってこうフォーカスが寄るっていう仕事ですよね。はいはい、そうですね。もうまさにこうボ最初はぼーっとこう、はい、広く見てて、うん、で最後ここだっていうところにぐっとこう見るのと、あとはそこにポッと動くとかなんかも動きも入ってきますよね。けど見たい時にポッと前に選手が入ってこられると、はいはい、今度ギュッとしないといけないとか。うん これはすごいな。だって、こうやって見てるからね、原さん、あ、うん、渡辺康太選手が。ボールと足内で入れたなっていうのを冷静に見れますけど。あの動きの中で、そこまで。これ、これ、だから、ナイスジャッジ。あ、ナイスジャッジじゃないですかね。トータル。はい、一個一個じゃなくて、トータルで見ると、本当に。 いいレフェリング、いやもう本当に、うん、あの、まずは、何も大きな問題がなかったっていうのは、僕らはホッとするところなんですよね。はいうん、で、その上で、うん、そのうまく、こう怪我をするような選手もいなかったですし。うんはい、そんなに、こう相手を痛めつけるような行為もなかったんだと思うんですよね。そういうふうにいくと、その、まあ四人の協力、まあもちろん家元さんが一番中心になってるんでしょうけど。うんうん、その試合の開始のところから。はい こう時間を取るところは取ってで笛も早めにいくところは吹いてアドバンテージを適用するところはちゃんとこう選手の気持ちを考えながら適用したりとかいうことを考えれば僕はもう本当にこの試合を担当するにふさわしいあのーゲームコントロールをしてくれたんじゃないのかなとまあ期待に応えてくれたんじゃないのかなというふうに思います。原さんまあこのののコンテンンテツは一一つ一つのシーンをこう取りり上げたすするももですけども もう一つの見方としてそのゲーム全体でどうコントロールしたかっていう目線も大事ですね、うんまあ、ゲームコントロールがとの上手だったっていうのは本当にあると思うし、うん、あとはその,の PK になったりあるいはエローカード出した後の、はい、あるいはその出す前の、うん、コミュニケーションがすごくうまく回ってたっていうかそれがちょっとずれちゃうことによってもう終わりになっちゃうのに、うんはい、この試合ではそこはうまくあのエモスさんがうまくやってたかなっていう感じはしましたね。うんうん いいコミュニケーションただから審判団だけじゃなくて選手との選手もだから暑いけど、ねうん、見てたら分かるけど僕も自分だったら暑いんだけど人の時は止めに行ってたりとか <laughs> うま,うまくバランスが取れてたしみんなもやっぱこの試合でいなくなっちゃうことの大変さがみんな分かってるから、うんはい、最後はやっぱどっか抑えてるとこあったんで、はい、あの試合としても緊張感はあったけどうん、うん、すごく良、あのー、かったんじゃないですかね。 ということで、えー、このコンテンツもですね今シーズンはこれが、えー、最後ということになりましたあの原さん、まあ、今シーズンから始めまして、まあ、最初はイレギュラーな形でそうでしたね初めて、うんえー、毎週更新というような形になりましたけども、うん、あの今シーズン、こうやってみて原さん、いかがでしたか。やっぱりね、うん、この前 毎週、はい、でタイムリーにやるのが一番良かったね、うんで、反応もすごく皆さんもね、われわれもあの試合会場行っても見てますよっていうのはあったし、うんはい、このやっぱり、毎週、大変だけど毎週っていうのが、やっぱりこう今のスピードに合ってるのかなという感じはしましたけどね上川さん、も結構いろん,んなところで声かけられたりとか、審判のほかの方に言われたりとか。 いじめられることは今のところないですけどねけどやっぱり最初始めるときはこちらも不安みたいなことはあったんですけどもただ、いろいろ映像を見てコメントとかをたまに拝見させてもらうとすごいポジティブな声を聞かれるんでこれやることで結構サポーターもレフリーに近くなってきてくれるていうかね。 でもそれはね上川さんがこれに出てきたからだよねこれは最初ほら今までだったらさ何があるからって公式見解じゃないから出せないとかさそういうんじゃなくてここに出てきて本音でこう話すっていう中でなかなか正解ってこれじゃないけどこう見えるとかこっちはこう思うっていう多分それがみんなに伝わったのはすごく大きいと思うんで。来シーズンもやる予定ですか来シーズンもどうなんだろうね。 皆さんのあれだね。人気があればとかでもやりたいね。どういう形にしろやっぱこれは続けてあのやっぱりこうタイムリーにでルールのこともまあ僕らも勉強することもあるし、あの皆さんもねいろいろこう考えてもらうっていうのはすごく大事かなっていうふうに思うんでね。とりあえずの今シーズン見ていただいた皆さん本当にありがとうございました。また来シーズンやると思いますんで、また始まったら見ていただきたいと思います。 ということでお二人どうもありがとうございました、はい、あ,りまありがとうございました